今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はゆずあんのお寿司しゃぶしゃぶ食べ放題に行ってきたいと思います。人生初ゆずあん。前にねしゃぶ用で食べ放題行ってきたんやけど、今回はお寿司も食べ放題ということで、真顔やけどめっちゃテンション上がってるので早速行ってきます。レッツスタート。はい、到着。今回はね、この食べ放題ランチ100分1980円のコースを頼みまする。お肉もお寿司もお野菜とかサイドもたくさん食べ放題、夢ありすぎ。早速注文。はい、出汁きた。出汁絶対秒速で出てくる。なんか注文するときにテンパってよくわからんくなったので、フィーリングで季節のおすすめ塩レモン出汁とコラーゲン入り魚介と丸鶏出汁にした。美味しそう。あと茶碗蒸しとごまもきた。そして肉、やっぱ肉を目の前にした時が一番テンション上がるわ。あと一人なのにお部屋がでかくてすごい。出汁の湯気もすごい。ちょっと食べる前にいろいろ注文するね。私こういう系の食べ放題は最初に欲しいやつババって注文して、後から胃の様子見て追加注文する派なり。きのこ、しゃぶしゃぶ鍋ときのこってめっちゃ合うよね。春雨てやん。鶏しゃぶって食べたことないんやけど、どんなんやろ。頼もう。制限来たから一旦注文。そして寿司、握り五貫とマグロたたきとサーモンたたき、完璧。注文。わーい、来るの楽しみ。てか食器入れとるやつおしゃんやな。びっくりしたんやけど、ロボットさんがお肉運んできてくれた。すごない?現代の発明すごない?初体験ありがとう、ロボットさん。賢いんやな、最近のロボットは。しばらく行く末を眺めてしまうた。はい、お寿司届いた。美味しそう。思ってたよりめっちゃレベル高いんじゃが。寿司屋さんの寿司。唯一ね、このオクラ寿司だけ美味しいんか気になるところやね。見た目シュール。はい、では今日の戦士たちが揃ったので食べていきたいと思います。茶碗蒸しからいただきます。うまっ。なんかとろっとしとってめっちゃ美味しい。今まで食べた茶碗蒸しの中でも上位。うまっ。あんみたいなのがかかっとんかな。茶碗蒸しはよくレインおばあちゃんが作ってくれるから、なんか自分の中でおばあちゃんの味、おばあちゃんを思い出す。うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。食べた。では念願のお肉しゃぶしゃぶ、本日のサムネタイム、よいしょー。本日のサムネタイムに、よいしょー。しゃぶしゃぶ、めっちゃ沸騰しとる。美味しそう。じゃーん。最初はごまだれで美味しそすぎる飯テロ。キノコトリオも入れよっと。鍋のキノコほんま美味しくてありがとうございます。肉いただきます。の前に水パク。美味しい。しゃぶしゃぶをごまだれで食べた時の幸福感やばい。一番幸せ。一回肉だけを永遠にしゃぶしゃぶして食べ続けてみたい。ちょっと勇気出てできんけど、今度しようかな。肉縛りしゃぶしゃぶ。肉追加。そして大量ネギ。この細切りのネギマジ天才美味しいのでおすすめです。あ、そういえばごまするの忘れとった。これ何用のごまやっけ。なんか店員さんがチラッと言っとった気がするけど忘れた。一瞬で忘れた。多分ごまだれに入れるんじゃと思う。そうします。違ってたら教えてください。なんか定食屋とか行ってもたまにごま出てくるけど戸惑うんよね。何に入れるようですかっていう。よいしょ。お肉と野菜収穫。なんかこれ編集しようっていちいち美味しそうやなって飯テロ食らっとる。自分の動画でめっちゃ飯テロ食らうんよね。マジ今胃の中空っぽやから切れそう。お腹空きすぎて切れそう。レモンだしのお肉いただきます。パク。あ、うまっ。しっかりさっぱりレモン。ポン酢とかいらんやつやわ。うまい。ネギうまい。幸せ。よし、じゃあそろそろお寿司食べます。しゃぶしゃぶにお寿司って冷静に考えんでもめっちゃ豪華よね。富豪か、富豪の食事か。じゃあまず一番気になっとるオクラ寿司いただきます。うん、ふんふん。うまっ。めっちゃうま。あのオクラのネバネバがご飯と絡んでうまい。この食リポで美味しそうと思ってくれる人おらなさそうやけど、めっちゃ美味しかった。上に乗っとる梅みたいなのがなんかさっぱりしてね、アクセントになって良きでした。100点。マグロたたき美味しい。マジ好き。ネギとろけ軍艦の王様。エビうまい、うまい。サーモンうわー。いやほんと全部マジレベル高い。美味しい。ゆずあんハマりそう。まだ帰ってないけどまた来たい。なんか今までいろんなお店ぼっちで行ってきたけど、ほんまどこも美味しくてまた行きたいって思うことがねほとんどなんやけど、でもなかなか2回目訪問するとこ少ないんよね。リピートありありやけど、でも行ったことないお店行ってみたいなとか思ってたらなかなかリピートできんっていう葛藤。あと外食増やしすぎたら太る葛藤。なんかぼっち飯動画でリクエストあったらいつでも受け付けておりますので、ぜひコメントに書いてってください。どしどしご応募ください。
おりゃ鶏肉しゃぶしゃぶ。美味しそう。豚に比べてちょっと分厚いかも。餅入れる。どっこいしょ。春雨も入れるね。後半戦にポン酢作戦。鶏肉はっしょい。もちもちはっしょい。春雨はっしょい。餅食べる。美味しい。薄い餅ってなんでこんなうまいんやろ。なんか胃にたまる食材のはずやのに食欲増す一方やわ。もぐもぐ。ちょっと自分今何食べたんかようわからんくなってきた。映像を見てボイスオーバー撮るんじゃけど、ちょっと厳しいとこもあるわ。まあ食べ物を食べてることには違いない。この時めっちゃ記憶にあるのは、鶏しゃぶをポン酢につけて食べると世界一美味しかった。なんなら豚しゃぶごまだれよりも美味しかったかも。革命起こった。毎日食べたいくらい美味しかった。寿司タイム。サーモン叩き。ま、なんか叩いたやつ美味しいな。マグロも鮭も。寿司叩くの天才やわ。あ、空いたお皿回収ありがとうございます。失礼いたします。イカ。ま、久々イカ食べた。マグロ。実はマグロの赤身は少し苦手やけど、果たして食べれるやつなんだろうか。タク。ふんふん。うん、食べれる。わさびつけたらもっと美味しかったと思うでござる。ラスト寿司マグロたたき。うまい。なくなった。はかない。美味しかった。これ多分ラスト鍋。食べる。春雨。うまあ、もちもち。春雨ってさ、なんかもちもちな食べ物やったっけ。なんか私カップの春雨とかはたまに食べるんやけど、あれはそんなもちもちやないよな。そういえば前のしゃぶ用の動画で私マロニー知らんくて食べたんやけど、みんなはめちゃめちゃマロニー知っててびっくりした。あの時は私24歳にして初マロニーやった。レイン家で馴染みなさすぎてわからんかった。今度鍋するとき買いたい。よし、鍋食べきった。ということはつまりデザートタイム。ソフトクリームある神。ラブソフトクリーム。どれにしようかな。やっぱり私いちご大好きやからな。いちごかな。いちごにしようかな。いちごにします。注文。わーい、めちゃめちゃすぐ届いた。美味しそう。いいサイズ感、ありがとうございます。いただきます。うまっ、うまっ。ソフトクリーム食べると絶対幸せになれる。多分毎日食べても飽きんと思う。ソフトクリームの機械がさ、欲しくて何円くらいなんやろって前調べたらさ、割とピンキリで、数千円くらいのやつから数万円のやつとかいろいろあった。どれがいいかわからんけどめっちゃ欲しい。おうちソフトクリームするの夢。ソフトクリームパーティーしたい。腹壊す。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。大満足の巻。ここ絶対また来たいな。平日やけどちょい込みやったから今度は予約してこよう。ちなみにこんだけ食べた。全部美味しかった。はい、では帰ります。はい、というわけで今日は人生初のゆずあんでぼっち食べ放題してきました。食べ放題ってほんと幸せになれる。今回も幸せゲージ爆上がりしました。なんかいい食べ放題ないかな。いい感じのとこあるとね、教えてくれると嬉しいし、私も探そうと。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画は終わりです。お疲れん、ありがとうございました。おまけガチャ。これめっちゃおもろそうやない？フードコートの呼び出しブルブル。使ったことあるわ。これガチャにするとはなかなかのセンス。何色が出ても嬉しいな。よっしゃ、開ける。おお、86番。ハローが出ました。これボタン押して10秒経つと音とブルブル鳴るらしい。お。で、また押すと消える。ちょいおもろい。机の上でやってみる。おー、遊び心あって面白かった。ちょっとほっとったらもったいないから電池が尽きるまで遊びたいと思います。甥っ子にも渡して反応見たいと思います。それではお疲れインボー。